それじゃあ気を取り直して攻略を再開しましょう。中途半端で帰ってきしまった滝の裏の遺跡から攻略再開ってことだな。ああ、まずはあそこを攻略しないと先に進めないだろうからな。レインもよろしくな。うん、ありがとう、キリト君。この先に進むとボスがいるはずだ。シャムロックに遅れは取りたくない。このままボスに挑もう。分かったわ、頑張ろうね。今こいつを倒せばクエストクリアだ。一気に行くぞ。みんな頑張ろうね。
擦り傷だぜ。頑張って。何だ。しないでくれよ。
擦り傷だぜ。頑張って。これならどうだ。少し油断しちゃったみたい。レインちゃん大丈夫か。パパ、敵の体力が残り少しです。あんまり無理しちゃダメだね。サンキューな。このアイテムは風の魔法装置起動で使ったものに似ているな。あの紋章ね。キリト君、これがコード制限解除キーになるのかな。装置というと、この島の中央にも謎の装置があったよな。任せてくれ。マナが切れたのか。この装置が高度制限をかけてるのね。高度制限がなくなれば、今まで行けなかった浮島の攻略に行ける。俺っちが調べてみるよ。こうなってるのか。ここにさっきのアイテムが入りそうだぞ。アイテムをセットするぞ。何？おお、アイテムに反応してるようだな。高度制限機能を解除中。制限解除、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 制限解除された。試してみる。ああ、そうだな。待て、何かおかしいぞ。見て、モンスターが。
あの装置ってトラップだったわけ？いえ、トラップというよりコード制限後のクエストに挑む前の壁というか、門番みたいなものだな。ここは戦うしかなさそうだぜ。なんか動き出したよ。みんな気をつけて。今まで行けなかった高さまで飛べるんだよね。早く行ってみたいよな。これだな。大丈夫だな。頑張って。助かったよ。体の自由が。気にするほどでもないかな。マナーが切れたのか。ここからが勝負だな。キリト君、こいつはまずいぜ。キリト君大丈夫？頑張って。あんまり無理しちゃダメだよ。助かったよ。マナーが切れたのか。
て面白い。キリト君、私楽しいよ。ま、ナナちゃん、まずいわね。アスタ、いけない、下がって。はい、元気になってよ。せい、このくらいなら大丈夫。頑張って。なってきたぜ。キリト君、キリト君、体力気をつけて。残り、こいつはまずいぜ。キリト君大丈夫？まだ戦えそう。頑張って。元気になったよ。てい、敵の体力が半分を切りました。さすがです。これで決めるわ。はっ、力受ける。はっ、体の自由が。これならどうだ。任せてくれ。ここからが勝負だな。キリト君、キリト君、無茶しすぎよ。残り体力も気をつけてください。はっ、アスタ、いけない、下がって。はっ、あんまり無理はダメだよ。サンキューな。せい、はっ、はっ、ちょっと危ないかも。アスタ、いけない、下がって。はい、元気になったよ。なんだこれは。はっ、助かったよ。てい、てい、しまった。これならどうだ。ちょっと危ないかな。アスタ、大丈夫。てい、なんの。せい、元気になったよ。大丈夫だ。頑張って。
しな。よし、クエストクリア。こんなの楽勝よ。やった、クリア。やりましたね、お見事です。やったやったね。これで氷山の島はクリアかな。今回は次の島は解放されないんだね。そうみたいだな。この先は高度制限で行けなかった場所の探索になるのかな。高度制限がどうなったのか試してみたいぞ。なあみんな、流行る気持ちはわかるが、高度制限解除により新たに行ける場所が一気に増えたよな。アイテムの補給を兼ねて俺の店で軽く作戦会議しねえか。いいわね、マスターの入れるお茶美味しいしね。それじゃあひとまず町に戻ろう。みんな集まったな。